ストレスは存在しない。ストレスは存在しない。レシーブの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうしてストレスは存在しないかって。まあ、それも同じく、僕は時間がない、暇がないというのは、これも同じのパターンです。世界の金持ちですけれどもね、リチャード・ブレンソンとかイーロン・マスクなんですけれども、どうやって彼らは自分の会社を作ったかというと、最初はすごく頑張った。1週間で150時間で働いてたわけ。好きな仕事で好きでやってた。もちろん厳しかったです。もちろんストレスもあったんですけれども、みんなの言うのストレスですけれども、 でもこれはポジティブなストレスで、自分が好きでやるから、自分が信じるからやってた。だからみんなは時間がないと言ったら、こうリチャード・ブレンソンの500社以上に持ってる人と比べて、あんたは本当に時間はないか。だってその人は投資でも家族でも友達でも時間もあったよ。だからこれはどちらかというと、あなたは何かを優先するというの問題です。人は何かを優先するというの問題です。もしあなたは時間がないというのは、これは多分あなたは多分自分を、まあ他の人を優先しないだけです。それはただ認めないというので、言い訳として時間はないと言い続けます。そして何かストレスなんですけれども、ストレスは存在しないですね。どちらかというと、まあどんな出来事であれ、あなたはいつも選択肢がある。あなたはいつも選択肢がある。あなたはいつも選択肢がある。ポジティブの選択肢かネガティブの選択肢。ネガティブの選択肢はストレスを起こす。ポジティブの選択肢は、まあ、ポジティブに生かせる。それはね、まあ、ネガティブの出来事でも、それはネガティブとして取られず、これはね、何か教わったかって、どんなレッスンになったかというと、これは一番のポイントです。だからもうお医者さんもそうですけれども、メディアもそうですけども、みんなはストレスストレスと言い続けるんですけれども、それは言い続けるからこそ、これは我々はの頭に生まれる。でもそれはそもそも頭に生まれない。頭ではストレスは存在しない。だから病気も半分が減ってる。心筋梗塞や、まあいろんなね、こうくも膜出血とか、まあそういう重い病気も減ってくる。ではリシェイパーの皆さん、本日ご覧いただき誠にありがとうございます。僕は毎日この動画を投稿しますので、登録ボタンや通知ボタンもお願いいたします。あと、もしこれは価値があったら、ご評価もお願いいたします。そしてあなたは対人恐怖症の人だったら、この動画もご覧になってください。次の動画に会いましょう。